うん、いや、なんて気をつけないとダメだよ。目とかは大丈夫？目の奥と見える？体、こっちは何ともないんですよね。わかんない、見てない。うん。どうすんだい。週末のあの結婚式のあれにも連絡した方がいいよ。ねえ、だってこんな顔、縁起悪いよ、こんな顔でカメラ撮られたって。結構ね、お祝いの席なんだからね。休んで、それならしょうがないから休んで行ってもらえばいいですけど、うん、あ、そうだよね、酔っ払ってきて、障害みたいな、うん、理由をちゃんと言えば大丈夫かもしれない。この子からすぐ行ってよかったですよね。だって怖いもんね、うん、頭とか。近所っていうか、なんか、そうそうそう、お店ね、外出て、なんかやられてる、やられてなんかあれだから、あの、なんだっけな、それってうるさくてかわかんないけど、近所の人が気づいて、呼んだんって言ったのね、警察が。あ、でもね、ちょっと朝よりはまだいいかもしれない。ですよね。うん、あ、朝も朝なんですけど。うん、最初に見た時よりはまだいい。ね、もうね、すごかった。もっとすごかったんですかね。そう、あ、ここはまあそのままだけど、ですか、ね、あ、でもそれでもほら、顔こっちがこんな腫れてるでしょ。歯とかは平気なの？歯皮膚へほ、これ 歯とか歯を大丈夫折れてたりしてないの？傷だって残るよ、きっと。ここ塗ってんだもん、どう塗ってるか。そうですよね、もうしばらくおじいちゃん家にも行けないですね。分かっちゃうね、これだと。どれくらい？ちょっと？いい、出たよ。ありがとう、ちょっと待って。はい、これが治ってね、あれ、元のちゃんとしたイケメンになるまでのね、あれで卒業制作にして、ちょうど1月くらいにいい感じに治って、完成して提出して卒業だ。強制提出の間に合うの？知らない。順調だった流れに急ブレーキがかかりやすい月、焦りを禁物、今日は体調に注意。もしもし。もしもし、長谷川さんの携帯ですか？はい。あ、はい。ちょっと警察署の方来れない？いやー、これ外ちょっと歩くの。じゃあ家まで迎えに行けば来れる？来てもらえる？あれ、家すぐもだよね。はい、うん、じゃあちょっと迎え行くからさ、これから。おー、うん、ちょっと来てくれる？はぁ、あ、じゃあ着いたら連絡するから、またこの携帯に。尺ですね。なんで？いや、なんか分かんない。じゃあ訴える？訴えるとどうなるんですか？ん？警察署来てもらう？いや、それは全然いいんですけど。
遠くの対する答えを対しはありません。佐藤君に対し て すいません、ありがとうございます。まさかの、ここに来てのドライブラリーの消失です。写真なし。
止まんのかね。寝て。てか別に、ね、よっしゃ、来た、完成。さあ、屋上から飛ばしていこうぜ。いや、会った時話すのはもうずっと野球部での自分の待遇みたいな話ばっかりですか。もっとなんか大人がそのエネルギーを向かせる方向をなんかちゃんと作ってくれてればなんかあったのかもしれない。なんもなかった。いや、まあでもまあ別に大人だってなってもな。3、2、1。これね、一つでいいネタがあるんだよ。俺も一個ネタがいいネタ。でもじゃあ言わないよ、お互い。ああ、言わないよ。言わないよ。言わないよ。これ一応なんかやっぱ何もしちゃダメじゃん、そのさ、うん、やっぱさ、でも、まあ、もう思いっきり撮ってるって何かしてるんだけどさ、そこでも、うん、そこでもう大きな矛盾なんだけどさ、でも何にもなんかその触れずに見てるっていうさ、車じゃなかったのか。うん、俺じゃないよ。よし。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。ちょっと初日の出、ちょっと出ちゃうよ。うわ、これまあやっぱ真っ暗の時から撮るべきだったな。明日やり直そうかな。明日だね、二の日ので。ありがとう。Thank you.